世界をつなぐイメージもののインターネットとは様々なものがインターネットに接続され情報交換することにより相互に制御する仕組みである。それによるデジタル社会の実現を指す。現在の市場価値は800億ドルと予測されている。経済産業省が推進するコネクテッドインダストリーズやソサイティ5.0との関連でも注目を集めている。 近年では IoT に次ぐ技術として、人のインターネット、能力のインターネット化である IoA が言われている。もののインターネットの主要なテーマは、短距離のモバイルトランシーバーを様々なガジェットや、日常のアイテムに埋め込むことで、人とモのの間、及びモノ同士の間の新しい形の通信を、可能にすることである。インターネットオブシングスという用語は1999年に、 ケビン・アシュトンが初めて使ったとされ、当初はフィドによる商品管理システムをインターネットに例えたものであった。その後、スマートフォンやクラウドコンピューティングが広まり、この環境全体を表現する概念として転用された。IDC では IP 接続による通信を人の介在なしにローカル、またはグローバルに行うことができる識別可能な エッジデバイスからなるネットワークのネットワークと定義している。従来型ソリューションとの違いは、汎用ハードウェアとオープンな SDX により市民開発が可能になったことという。また、IoT デバイスそのものよりも、その先の公用、効果を生むことが重要となる。2016年4月20日に成立した法律により、改正された特定通信、 放送開発事業実施円滑化法の不足では、インターネットオブシングスの実現を、インターネットに多様かつ多数のものが接続され、及びそれらのものから送信され、またはそれらのものに送信される、大量の情報の円滑な流通が、国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現として定義した。総務省は新番号割当てのため、2017年1月1日付で、 奨例を改正した。例2例の次が、例、または、4を除く、8000万の番号が、IoT のために使えるようになる。スマートデバイスが結ばれるネットワークというコンセプトは、遅くとも1982年には、議論されていた。1992年、米国のカーネギーメロン大学で開発された、改造コーラ販売機は、最初のインターネットに接続された。 電化製品の例である。これは、その在庫状況や、新たに追加されたドリンクが冷えているかを、レポートすることができた。マーク・ワイザーによる、ユビキタス・コンピューティングに関する1991年の、論文・ザ・コンピューター・オブ・ザ・21・ショート・トン・センチュリーは、IoT の現代的なビジョンが記されていた。1994年、レザ・ラージーは、家電から、 工場全体まで全てを統合し自動化するための小さなデータパケットが行き来する巨大なノードの集合という概念を IEE スペクトラム誌に寄稿している。1993年から1996年の間、マイクロソフトのアットワークやノベルのネストなど、いくつかの会社が IoT ソリューションを提案した。1999年にビル・ジョイは デバイスツーデバイスコミュニケーション構想をワールドエコノミックフォーラムアットダボスで提唱した。また同年、マサチューセッツ工科大学のオート、ID ラボは、フィードを商品に込み込み市場分析を行うという研究プロジェクトを開始した。もしあらゆるものと人が識別タグをつけることができれば、コンピュータによって在庫管理をすることができるという構想であった。 2010年代になって、米ゼネラルエレクトリックなど、米国勢が中心のインダストリアルインターネット、ドイツ政府によるインダストリー4.0というデジタル化政策があり、ドイツのインダストリー4.0には、医療機器大手シーメンスやソフトウェア大手 SAP が中心になっている。2016年には、ゼネラルエレクトリックが SAP と提携、シーメンスが米 IBM と提携をはじめ、 企画の国際標準化を見据えた勢力争いが激化している。こうした海外勢に対抗し、日本では日立製作所、三菱重工、IHI、NTT などがそれぞれ研究開発と実用化に取り組んでいる。IoT の普及が進むに伴い技術者が不足するようになったが、2017年6月、日本の人材サービス各社は国策に沿う形で、 外国人エンジニアの大量採用に踏み切った。2016年から2017年は、マルウェアの未来とブロックチェーンや仮想通貨の流行期であった。また、3種の神器やパーフェクトストームとも例えられた。2019年12月18日、アップル、アマゾン、グーグル、シグビー・アライアンスは、スマートホームデバイスの互換性向上の取り組みで連携すると発表した。 コネクテッドホームオーバー IP と称するプロジェクトの目標はデバイスメーカー各社の開発業務を簡素化しコンシュマーのために互換性を高めることを可能にする IoT はユビキタスネットワークの後継といえる国際電気通信連合は2015年にユビキタスネットワークや IoT の起源となったオープンアーキテクチャトロンを提唱したとして 坂村県に150周年賞を与えている。指キタス以外にも、パーベイシブコンピューティング、カー,ームコンピューティング、サイバーフィジカルシステム、マシンツーマシン、オンラインツー、オフラインと様々な言葉を包括している。ビッグデータや人工知能、シェアリングエコノミーも関連しており、坂村県は、アグリゲートコンピューティング、インターネットオブサービスを提唱している。インターネットオブエブリシング、 アナリティックス・オブ・エブリシング、スマート・エブリシングとも言う。また、循環型経済とも結びついている。坂村健は、IoT がビッグデータを生成して、フィンテックの基盤の一つとなるとし、Web2.0 になずらえて、フィンテックを経済2.0とし、社会2.0には、経済2.0が必須となり、その先には社会を自動運転できるとする。 インターネットに接続されたスマートセンサーここでいうものを IoT デバイスというセンサーやアクチュエーターなどが動的拡張、有機的接続、自律協調、多様性を持つ。業界の方向としてニューラルネットワークのハードウェアアクセラレーションへと進んでいる。スマートデバイスのように IP アドレスを持つものや IP アドレスを持つセンサーから検知可能なフィドタグを付けた商品、IP アドレスを持った機器に格納されたコンテンツのことである。マシンツーマシンのスマートメーターは良い例である。第1段階、見える化、第2段階、制御、第3段階、最適化、効率改善の自動化となる。複数のフェーズがあり、IoTI ではもの、人工物、 IoT2 では人、生物。IoT3 ではデータプロセス。IoT4 ではあらゆるものが接続される。IoT を実現するために様々な通信方式が提案されている。主な通信方式は次の通り。伝送距離が100メートル数十キロメートルのものはループエアと呼ばれる。企業の IoT 導入を支援する取り組みとして複数の大手 IT ベンダーから IoT、 関連サービスやプラットフォームが発表されている。主なプラットフォームには、パブリッククラウド大手の米アマゾンウェブサービスが提供する AWS IoT やビジネスソフトウェア大手のドッ c s a p の SAP、レオナルド、電気メーカー大手の米ゼネラルエレクトリックの Predix やド o c s i e m e の MindSphere、産業 IoT ソフトウェアメーカーの米 OSI ソフトの パイシステムなどがある。日系ベンダーでは、ファナックのフィールドシステムや日立製作所のルマダ、東芝のスピネックスなどがある。その他、建設業に特化した IoT プラットフォームとして、小松、SAP ジャパン、NTT どこも、オプティムの4社共同によるランドラグなども存在する。近年では、住宅に IoT を搭載したスマートフォームや都市に IoT、 AI を組み込んだスマートシティも話題になっている。パーソナルコンピュータやスマートフォンなど従来のコンピュータネットワークと同様に IoT もサイバー犯罪やサイバーテロの対象となる。前日の未来感染を含めて実際の攻撃事例も増えている。調査会社 IHS テクノロジーズは IoT に接続される機器は2020年に世界で 約530億個へ増えると予測している。その中には、パスワードの未設定など、セキュリティ対策が不十分な、サイバーデブリと呼ばれる機器がでに含まれつつあり、IoT ネットワーク全体での安全確保のための、危機管理の管理責任や、費用分担をどうするかが、課題になっている。IoT は、個人用の情報端末や、家庭内機器も接続されるため、プライバシーを、 どう保護するかが課題となっている。また実際に家庭内に設置されたホームカメラがハッキングされる被害が発生している。ありがとうございます。